こんにちは、犬の助ハグの川島です。本日も犬の助ハグのトレーニングの様子を実況解説していきたいと思います。はい、本日はボーダーコーリーの萌木さんのトレーニングをしていきたいと思います。もうひたすらちょっかい出されてますけど、はい、そういう性格の子なのでかわいいですね。はい、もうすごいテンション高くて、もう人が大好きなので、犬もなんですけれども大好きなので、もうこんな風になんかこうニョロニョロしてきます。はい、でクレートの出し入れですね。はい、待ての指示のもと待ってること確認できたら正面に呼び戻します。はい、この子まだ全然月齢が若いので、もうすごいもう好奇心の塊なんですけど、で、まあ、今なんやかんやもうお預かりして結構経つんですけれども、もうかなり成長してても全く変わらないですね、動きは。とても活発です。はい、でまあフロアの中でもですね、座れをかけて待たせて呼び戻しの練習ですね。クレートの中以外でもさまざまなシチュエーションでそういった練習は必要になってくるので、まあ、待ての練習ね、あの横断歩道の前とか踏切の前とか、まあ、ちょっと待たせたいなっていう時に便利なので、うちでは結構強化をしています。はい、でこれフロア歩きですね。お散歩の練習を室内でやってる状態です。はい、まずあの室内で集中を向けて歩ける練習っていうのを積み重ねて、まあ、徐々にお散歩中、まあ、集中がねやっぱり外だと向きにくいので、そういうところでちゃんと歩けるようにっていうところを目指します。はいですね。で、指示の聞き分けとかですね、まあ、おいでなのかハウスなのかトイレなのかとか、はい、こう興奮した状態であってもピッとすぐに聞けるようにいろんなシチュエーションで指示をかけています。はい、ありがとうございます。それでは今回の動画は以上になります。高評価、チャンネル登録お願いいたします。ご視聴いただきありがとうございました。